皆さんこんにちは。レック専任講師の秋元由里です。本試験の1週間前になりましたね。皆さんどうでしょう？ドキドキしてますか？でもこのドキドキは悪いドキドキではないんです、ね、緊張してるということはそれだけ勝負できる実力があるってことなんですよ。ですからね、この緊張をいい方向にね、捉えていって、そして 100% の実力を出し切っていただきたいと思います。でこれから1週間はとにかく、体の調子ですね、これを整えていきましょうね。本試験の当日に体調崩してしまうと本当に今までの努力、ね、元も子もないですからね。なのでちゃんと、睡眠時間取っていきましょうね。前日は多分緊張で眠れないと思います。でもその前の1週間ですね、ちゃんと睡眠取れていれば1日ぐらいの寝不足、なんてことないですから、とにかくですね、体には本当に気をつけて残り1週間頑張ってください。応援してます。